西サハラ問題とは、アフリカ北西部にある西サハラの領有権をめぐって、南北分割統治を主張するモーリタニアと、モロッコ、独立を画策するサハラの狼と呼ばれた、エルワリを中心とする、ポリサリオ戦線の対立問題のことを言う。西サハラ独立を求めるポリサリオのデモ2006年11月11日、マドリードにて、西サハラは1884年に、スペインの保護領となると、 1924年にスペイン領サハラとしてアラブ人とベルベル人を中心とする住民をスペインが植民地として支配してきた。1963年、モロッコとモーリータニアが領有権を主張。1975年11月6日、モロッコが主導した緑の更新がタルファヤで行われ、同年11月14日にマドリード協定によりスペインは領有権を放棄した。 しかし、スペインの了承のもと、西サハラ北部をモロッコ、南部をモーリタニアが分割統治をする秘密協定が結ばれ両国が領有すると独立を目指すポリサリオ戦線は、サハラアラブ民主共和国の樹立を宣言し、アルジェリアやリビアの支援を受け1976年から武力闘争を開始した。1979年、ポリサリオ戦線は、 西サハラ南部を領有するモーリタニアと停戦協定を締結し、モーリタニアは西サハラ領有権を放棄したが、モロッコがその南部を含めて併合したことでモロッコとポリサリオ戦線の対立に拍車をかけた。1982年までに OAU に加盟する26カ国がソダーを承認した。1983年にアフリカ統一機構が独立問題を決める。 住民投票実施を提案し、モロッコもそれを受け入れたものの1984年、OAU にサハラアラブ民主共和国が加盟したことで、モロッコは OAU を脱退。紛争は継続することとなった。1988年にモロッコは住民投票の受け入れを了承し、1991年4月、国連の仲介でモロッコとポリサリオ戦線は停戦に合意。 その年の9月に国連西サハラ住民投票監視団が派遣され活動を開始している。しかし投票権を持つ西サハラ住民の定義をめぐる問題で幾度となく投票が延期され公着状態は今なお続き実質的に管理下に置いているモロッコは西サハラのインフラ整備を推進するなど投票が行われた際の併合可決に向けた動きを加速させている。 2016年9月、モロッコは英雄への再加盟申請を行ったことを明らかにしたが、西サハラに対する領有権の主張は変えていない。モロッコは2017年1月31日に再加盟が認められた。2020年11月には、モロッコ政府がモーリタニアに続く道路をソダーが封鎖しているとして軍事行動を開始。11月13日には、 ポリサリオ戦線が停戦の終了を宣言し、地域の緊張が高まった。12月10日、米国の仲介で、モロッコとイスラエルが国交正常化で合意した。米国は見返りに、西サハラのモロッコ領有権を承認し、早速西サハラをモロッコ領とした新しい地図を発表した。米国のドナルド・トランプ大統領はツイッターで、モロッコは1777年に、 アメリカ合衆国を承認した。したがって我々は西サハラの主権を認めるのが妥当であると主張した。モロッコは国王ムハンマド6世の名で米国に対する深い感謝の意を表明した。ポリザリオ戦線は間もなく退任するドナルド・トランプ米大統領がモロッコに帰属しないものを帰属させた事実を最も強い言葉で非難すると声明を出した。 2021年、スペイン政府が新型コロナウイルス感染症が重症化したポリサリオ戦線の指導者ブラヒムグハリに医療提供を行ったことにモロッコ政府は反発。5月、モロッコがスペインの海外領土セウタへの移民8000人流入を黙認したことから、スペイン首相のペドロ・サンチェスが秩序回復のため現地入りするなど、両国の関係は悪化し、 モロッコはスペインから大使を召喚した。また、互いに反政府勢力を支援しているとして、長年緊張関係にあるアルジェリアとモロッコの間では、2021年になり、アルジェリアがカビリー地方の独立運動や、アルジェリア国内の山火事に、モロッコが関与していると主張し緊張関係が高まった。2021年8月24日、アルジェリアは、 モロッコとの国交断絶を宣言した。2021年9月、ペルーとサハラアラブ民主共和国は25年間の停職の後、外交関係を再構築しました。ありがとうございます。